3号艇池田浩二選手です。優勝おめでとうございます。はい、ありがとうございます。今日準優勝戦前にはちょっと厳しめのコメントだったんですが、実際出られてみていかがでしたか？まあそうですね、それからちょっとプロペラ叩いて、いい方向に向かってると思います。それは全体的に上向いてる？はい、もう底上げしてますね。はい、では足を考えてももう引けは取らないような感じですかね？あれ、いいと思います。足は、はい、優勝戦に向けての調整というところまではある程度掴めた？まあ明日になってみて、またいろんな症状が変わるんで、またそこからやりたいと思います。まだ上向きそうな気配というのはありますか？もうないですよ。はい、まあ、自分のターンができるような感じではなっている？まあそうですね、今日はいいと思います。はい、もう3号艇となりましたけれども、こちらもう3コース想定で？そうですね、まあ、3コースですね。はい、またスタートについてはここまでの見え方はいかがでしょう？ちょっと風の影響でね、ちょっと分かりづらいですけど、まあ、練習次第で、しっかりいきたいと思います。はい、それでは最後にファンの方へ向けて一言お願いします。はい、優勝できるよう頑張りますようにしてください。